アスピドケローネ。アンウォルシュ動物グイタン。第59曜裏より、15世紀。デンマーク王立図書館像。コッペンハーゲン。https. 連打。レンダ、フィニルティメリカドットコム、イメージズ。イメージズプロフィールフロー。400。イメージズミディアムラージマイナス5。アスペダーコロンレジェンダリーシーモンスター。サイエンスソースドット .jpg アスピドケロン。アスピドケローネは、 北欧に伝わるクジラに似た海の怪物である。ギリシア語で、ヘビガメを意味する。別名、ファスティトカロン。クラーケンにも似ており、巨大なウミガメや魚のような姿をしており、背中に苔を生やし、浮島のように移動すると言われる。中世のヨーロッパでは、海のただ中に浮かんでいたスピドケロンを島と誤認して、 上陸した船乗りたちが焚き火を始めたところ、アスピドケロンが目を覚まして海中に沈み、船乗りたちは脱出が間に合わずで起死したりした、という噂が信じられていたという。ありがとうございます。